のぷぷぷ。みなさん、こんばんは。まいです。ヨンです。二人合わせてチェリップでーす。さあ、7月17日、チェリップのぷぷぷ始まりました。え、17日？あ、18日だった、ごめん。ごめん今カレンダーを見た上で間違えたんじゃなかった。ごめん間違えたごめん。さん、7月18日、チェリップのぷぷぷです。はい、この番組は休日のひとときはあなたとチェリップでぷぷぷっと過ごす番組です。なんかもうひとときっていうなんか落ち着いた感じ、皆無になりましたけど。そうだそうだ、ね、キラリギャーギャーとやらかしてくれましたが、今日のテーマは、うん、チェリップの暑い夏が始まったあ、始まった。始まったんだよ。たで合ってるよね。合ってる。始まった。そうだよ。なんかですね、いろいろと今日は素晴らしいスタートの日となっていることと思いますので、ね、そうですね、その辺もまた後半のフリートークで話しつつ、前半はコーナーをやりつつ、今日もラジオやっていこうと思います。今日も最後までよろしくお願いします。死んじゃうけど、スマイキースマイキー、笑顔のシャワー浴びてリフレッシュだよ、きっと傷ついても。チェリップのぷぷぷ。行商7年粉塵盛り上げたいチェリッププレゼンツ、月刊ガイナーレ。よし、いや、よしって言ったで、まあ、言えましたね、うん、じゃあついでにコーナー説明も安心せずにしてもらっていいですか。ちょっと待ってよ。はい準備してないかーいこのコーナーは今期か、はい、今期じゃないわ、今期に前期に続きガイナーレ鳥取盛り上げ隊を任命していただいた私たちチェリップが、チェリップなりにガイナーレ鳥取を発信するコーナー。試合の感想はもちろん、裏話、スタグル、選手とのお話などチェリップ目線でおしゃべりします。とはいったものの、チェリップはまだサポーターとして大変未熟です。皆さん目線のメッセージや解説や小ネタ、どんどん送ってください。素人かいなって。何ですの。いや、読んだ、久しぶりに読んだな嘘、そういうところでちょっとこう、ちょっと腰は挟まなくて。あ、読んだいいから。何で、それでですよ、私たち7月5日に行われたですね、FC 町田ゼルビアさんとの試合についにね、お久しぶりに盛り上げ隊として参加していきました。イエーイ。いや、やっと行けましたね、本当に。行ったね、超久しぶりな感じがあったね。しかもチュスタであったので、これはもう行くしかないだろうと思ってね、まあ、その日朝からですね、岡山に行ってライブをしても弾丸で帰ってきてる、ね、ギリギリ着いたね。そう、なんとかっていう感じでしたけどね、本当に。そうガイナーバスターもね、やったね、参加させていただいて、でチュスタは距離が近いのでですね、その走ってる時に久しぶりみたいな、そう元気だったみたいな感じで、あったね、たくさん声をかけていただいて、なんかちょっと逆に元気をもらってしまいましたね。でしかも、あの試合の時に、その日はちょっとあのカメラがね、オフショットのやつですけど回っていてですね、なんていうのかな、ちょっと中心部に行くと皆さんの顔が映ってしまう可能性がね、あったのプラス、ちょっと遅れて入ったので、ちょっとゴール裏には行ったんですけど、ちょっとね端っこの方に行ったんですけど、久しぶりに太鼓のお兄さんたちにね、あったね、挨拶しに行ったら、どれみたいな、えらいちょっと都会かぶれって、お姉さんになってみたいな言っていじってもらって、なんかすごい嬉しかったな、あれは。そうだね、こうアイドル現場とは別に、こうなんか、なんかね、分かる分かる、ホームがあるっていう感じね、本当になんか嬉しいなと思って、しかもあの、まあ可愛いちっちゃいね、ね、ちっちゃかった赤ちゃんが、スタジアムで前会った時よりも随分ちょっと大きくなってね、すごかったね、あれは。なんかね、本当にね、親戚の集まりに行って、なんかみんなで盛り上がってるみたいな感じの気持ちがして、
わかるわかる。すごい好きだなと思って、やっぱり。またちょっとチャンスを見て、ぜひ行きたいなと。ね。思いますね。で、町田に住んでて、ゼルビアさんを応援してる、プラスチェリップも応援してくださってね。某グラサンさんもですね、ヨナゴに、岡山、ヨナゴと一緒に来てくださってですね、なんかこう、向こう側にいるんだけど、なんかこう、力強いものを感じましたね。赤い T シャツ、チェリップの T シャツを。声が大きいしね。なんか、やっぱり、それこそ地元のみんなともつながれるし、うん、他の地域のね皆さんともつながれるっていうのはやっぱりアイドル現場と重なるわけですよ。なのでやっぱりいいなと思いました。で、この日の試合は、まあ引き分けだったんですけど、でもなんかこうやっぱり若い選手がねいっぱいになって、そうだよね、どう戦うのかなって思ったんだけど、でも諦めずになんかこうどんどんねトライしている感じが素人目にもね伝わってきたので、あとはあそこでゴール打ってもいいじゃんみたいなところはあるね、あったな、そこで外れてもいいからみたいな感じのところはやっぱりあったので、ね、なんか若いからこそ若さを恐れずにね、まあ私たちもですけど、なんかチャレンジしていきたいなと。その日の夜バーベキューもあったっぽいしね。そうだよね、バーベキューめっちゃ行きたかったよな、それも残念でしたわ。そうそうそう。ということでガイナーレ鳥取はですね、ただいま勝ち点24の7位受けております。まあちょっと落ちてきましたけど、でも引き分けとかね、まあ、難しい試合とか持ちこたえたりとかもしているので頑張っているのではないかなと。次は7月19日、これホームですよ、午後5時キックオフ、グルージャ森岡さんとの試合です。明日じゃん。で、明日、でグルージャ森岡さんはですねすごい今勢いがあって、なんか長野さんとかすごい強いところに勝ったりとか、そうなの、松田とかにも勝ったりとかしてる勢いがあるので、ぜひこれ頑張ってほしいなと、皆さん鳥久に集合してほしいなと思います。私たちは真裏でやっておりますけどね、それこそライブを頑張っておりますが、パワーだけは送りたいなと思っています。ではちょっとここで私たちこうやって地元のお仕事もねさせていただいてるじゃないですか、で地元をベースにすごい全国で活躍しているアイドルさんで、曲もすごく良くて、なんかこうミオンが大好きなねアイドルさんがいらっしゃって、夏にこの曲なんか爽やかにぴったりだなと思いますので、ちょっとこれ1曲 1曲目かけたいなと思います。それでは聴いてください、コービリーズさんでラブネバーダイズ。チェリップのプープープー。はーい、ではガイナーレのことねさっき話したんですけど、はい、それにちなんだメッセージも届いておりますので、オッケーしていきましょう。はい、ラジオネームポケポケプーでーす。ありがとうございます。三つ編みツインがキャワイイ眉様、まもなく DJ デビューするかも、藤井さん番じまして。バンジまして。バンジまして。7月、そうそう。7月5日、倉敷でライブ&CD 予約から米子でガイナーレのお仕事お疲れ様でした。イェイ。勝負の夏、リリースイベント頑張ってください。それから帰るのを遅くして、北栄町の歌姫、タカラちゃんのコンサートを見て、前田カレーで、オタ交流会でした。だって。イェイ。お疲れさん。待って待って、それだけ？え、終わりだよ。ちょっともうちょっとさ、これで終わりですみたいな読み方してよ。あ、オッケー。これで終わりでーす。いや、じゃあ。なんかね。言ったらそのまんまじゃんかよ。これで終わりだよーん。ありがとうございます。ありがとう。あ、なるほどね。ありがとうございます。どうもありがとう。うん。まんまかいな。だってさ。あ、そうか。その日は、米子でね。そう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 。私たちも尊敬する。うん。でもめっちゃ歌がうまいよね。てか、ね、通った。お声ですよね、タカラちゃんね。この後チェリップのプープープーの後にね、ミュージックエモーションっていう、ラジオ番組やっているので、ぜひその透明感のある声をね続けて聞いていただきたいんですが、その日はもう米子っていうか鳥取で一番あれだよね、有名なアーティストさんの来る、コンベンションセンター、そうそうそう、ね、一番しかもでっかい多目的の大ホールで、タカラちゃんがワンマンライブをしたということで、で、なんかミオンはその感じがネギっ子さんにね、新潟の、重なって、ネギっ子さんもそういう、米子でいうコンベンションホールみたいなところも満席にして、
すごい当日券もギリギリなくらいまでお客さん、地元のお客さんも入るし、うん、遠征してくるお客さんも入るしっていうすごい大きなライブをして、で、しかも地元のテレポート参院みたいなニュースで、生中継最後、アンコールがされてたりとかするくらい、ネギッコさんのライブと重なって、その感じが、あ、すごいなと。いいね。なんか、タカラちゃんの姿を見て、その、なんか、鳥取からでもなんか、無理じゃないな。うん。頑張ればなんか、いけるな、みたいな、ね。見たかったよね。そう、タカラちゃんがなんかすごい勇気をくれましたね。うん。リオンがそれこそ神戸に帰らねばならないので、ちょっと行けなかったんですけど、ね、うん、なんかすごい、見れなかったね、こんなに勇気をね、くれるタカラちゃんのパワーを感じましたね。写真だけでもね。ね。写真だけでもね。うん、なんかいい感じでしたよ。うん、本当になんかキラキラ輝いていた、うん、なんかそういう感じになりたいなと。ちょっと、具体的ではないですけど、うん、感じましたね。そうだね。そうだねって。そうだね。やっていくらい、なんかこう、あんまりこうやって言葉が出ないくらい、なんか想像ができなくて、そういう2000人とかの大きなホールでやるの。T シャツとか売ってな。ねえ、ちょっとずつなんかそういう感じに近づけていければいいなと。まず、ラフズさんをね、うん、いつも世話になって、前に来たらいいなと思っておりますので、皆さん応援を引き続きお願いします。お願いします。では、次行きましょう、メッセージ。はい、ラジオネーム、バートンアットネコボクです。はい、ありがとうございます。ございます。萌様、みおひめ、こんばんは。こんばんは。7月5日のクラシックレッドボックスでのライブ参戦しました。朝早い時間から開始でしたが、ちゃんと早起きできましたか？そしてライブへの体調もいかがだったでしょうか？自分から見る限りは普段通りのクオリティの高いライブで、とても朝早くのものからとは思えませんでした。そして30分の持ち時間をフルに活かした曲のつなぎで、これは明らかにみおん姫の DJ 技術向上の跡が見られます。あら、30分間ノンストップでテンションを維持し続けられるライブってなかなかないと思うのですが、今のチェリップにはそれがきちんとできます。感動しました。そして息継ぐ間もなく米子に戻り、チュスタでのサッカー観戦と、ね、とても忙しい一日でした。本当にお疲れ様でした。このスケジュール、まさにアイドルって感じで、ファンにとってもきつい一日でした。まあね、すごい移動だったもん。そうそうそう、山を越えたからな、疲れを出さないようにシングルのインストアイベントを成功させてください。です、以上です。ありがとうございます。早速どうや、早速使ってきたっけ。まあこの日はあれですよね、なんか朝早かったけど、実は私たち新しい武器を手に入れたじゃないですか、まやさん。そうやね、そうそう、言って教えてやってください。はい、マイマイクやで。名前は、な、名前、名前翔子じゃん。なんで翔子よ。いや、しかも名前、そういう名前が聞きたかったじゃなくて、マイクの、あ、マイクのね、待ってよ、機械の名前なんかね、確かビーベーター58。あ、そう。B じゃん。B がついてたから。そう、ベーター58ってやつね。やばいやつを手に入れました、うん、私たち。うん。で、なんか、私たちそれこそ、なんかアイドルというくくりにしてはまあ、うん、皆さんお聞きの通り、声が低いじゃないですか。そうね。でですね、やっぱりマイクにも合う合わないがあってですね。うん、で、その声を、いい感じに私の人の声でもちゃんと聞こえるようなやつを、ゲットしてもらいましたね。マイクに合う合わんとかウケるな。いや、あるでしょうよ。まあそうだね。なんかそうらしい、ね。いや、もっとさ、もっと言ったらさ、うん、あの、レコーディングのね、裏話になりますけど、あの、レコーディングするときに、歌いやすいように耳から聞こえる自分の声に、リバーブかけましょうかって言われて、あ、お願いしますって言って、マユが、あ、いい感じって撮ってて、いざミヨンが、なんか、歌い始めたら、なんかミヨンの声、リバーブあんま聞かない。なんかあったな、それ。聞かないっすねってびっくりされて、なんかすごい強力なやつ。本当だ、あったあった、それ。使って、やっといい感じの、そうそう、あの、リバーブになってですね。ウケる。リバーブ聞きませんねって言われた。やばいな、それ。あったあった。初めてね、そんな。本当だ、うん。ミオンの声どういう声なんだよと特徴的なんだよね。思ってね、うん、でもミオンなんかすごいね、あの、関わってくださっている皆さんがすごい強い皆さんだったじゃないですか。 なのでミオンなりにすごい一生懸命練習をして立ち向かったので、うん、あの、この前のね、放送が終わったりしてから、うん、なんか歌うまくなったみたいな、うん、もらってですね、いや、前も思うよ、感動しましたわ。うん、
思う。軽いわ。いや、マジ。思うよ。なんか、左耳から聞こえる声がいい感じだもん。思う。それはわかる。左耳から聞こえる声がいい感じですか、うん、そうそう。うん。それは良かったですな。で、まあ、ミオンのね、声も無事に聞こえやすいですし、うん、そのマイクでやると。前の声もちょっと細めなんですけど、ちゃんと通るみたいな。太くなるみたいな。そう。マイクってやっぱり違うんですね。すごいね。やばいね。練習した。その練習して、おーって感動しているファーストコンタクトの映像も実はですね、うん、そのサードシングルの曲の特典にですね、あ、そうだ。まあ、何枚ってあるんですけど、うん、オフショット DVD というやつに収録されていますので、その感動の模様はね、うん、ぜひ DVD で確認していただきたいなと思います。うん、で、うん、そのサードシングルのリリースイベントが、なんと、本日から本格的に。そうなんだよ。そして、今日は、ちょうど終わったぐらいかな。そうだね。うん。鳥取にタワーレコードさんがないのに。そう。タワーレコードさんの吉祥寺店さんで、タワーレコードさんの吉祥寺店さんですよ。うん、大事なこと、一回言いましたけど、うん、そうだね。本当にリリースイベントをさせていただいてですね、うん、こう、台風とか近づいてて、またかよみたいな。前回もあったじゃないですか、私たち。やばいね。なので、でもそんな中でもですね、多分、これ前撮りなんで、わかんないんですけど、たくさんの人にね、テリップのためにですよ。言うなれば。いい感じにね。来ていただいて、本当に。ありがとうございました。うん、ありがとうございました。明日もありますけどね。そうなんですよね。うん、明日は、まゆさんどこですか。ね、あれじゃん。わかりませんね。あの、神田の、エッグマンさんっていう、あの、実はですね、ミオンの好きなアイドルさんも何回もそこでライブをしている場所で、まあ、そうなの？ライブできるし、しかも、また町田に行けるという。そうだよ。神田の方はまた観覧無料で、しかも、このサードシングルに素敵なコーラスを入れてくださったあやちゃんがですね、あやちゃん。生でコーラスを入れてくれる、スペシャルコラボのライブを、しかもこれ観覧無料ですよ、皆さん。そんなことないぜ。なので、ぜひぜひ、見ていただきたいなと思います。で、その詳細はですね、うん、この、次かける曲明けに行きたいと思いますので、うん、ぜひ、ちょっと最後までね、お付き合いいただきたいと思います。そして、次かけるのは私たちの、今日も多分最後にやった、手を振る曲ですね。そうですね。これを聞いて皆さん余韻に浸っていただきたいですし、うん、ちょっと聞こえなかった方は、こんなライブだったかなって想像しながら、皆さんラジオの前でもちろん手を振ってくれるかなと思います。そうだね。ぜひ手を振ってやってください。それでは聞いてください。チェリップでアシンメトリー。
はい、曲の前に言ったお知らせをね、ここからはしていこうと思います。Okay。まず明日はですね、ヤンヤン歌うステージ初夏の30分かけるフォーマンスペシャルということで、うん、すごいたくさんのアイドルさんがね、今出る対バンライブが主流なんですけど、うん、これは30分がっつりのライブを4組だけでしようということで、フォーマンってそういうことか。そうだよ。ほうほう。さっき言ったミオンの憧れのエクマン東京イーストさんで、これはね、神田にあります、東京の。ほうほうほう。会場が11時で、開演が11時15分。うん、で、なんかね、すごいミオンも気になってたアイドルさんとかが出るので、ほうほう、ぜひ一緒に楽しんでほしいなと思います。いいね、そして、町田アイドルレボリューションが、出演がね、16時頃。ほう。町田のターミナルプラザで、こちら観覧無料となっています。あそこね、あそこね、懐かしいですね。懐かしいね。なんかまた戻ってくれるのが大変嬉しいなと、うん、しかもなんかチェリップ の、うん、あのそれこそさっき1本目の現場があるので、うん、なんか一番最後に出番を持ってきてくださったらしい。マジで、ちょっと頑張りましょう。こちらもで、こちらでもですね、うん、タワーレコードさんのなんか予約、うん、ができるみたいで、いいね、特典の方もさっき言った DVD がゲットできるチャンスがありますので、うん、ぜひ来てほしいなと思います。でもっと詳しい情報をちゃんと見たい方はどこを見ればいいかというと、チェリップのホームページを見てください。よろしくお願いします。お願いします。では明日も早いですので、東京とか関東の皆さん明日も来てくれると思うので、うん、しっかり寝てください。そして私たちの地元鳥取で待ってくださっている皆さんも、来れなかったよって人も、明日もそれぞれ皆さんあると思いますので、今日はしっかり来てほしいなと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。バイです。ミオンです。二人合わせてチェリップでした。バイバイ。